私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。本日紹介したいのはですね、以前タイトルアップデート3 の情報をお話しさせていただいたんで、その内容がですね、PTS 先行 のパソコン版だけにあるその先行体験プレイみたいなテストプレイサーバーみたいなところありまして、そこのフェーズ2ですね、前はフェーズ1だったんです。フェーズ2 の、やってる内容ですね、それを変更がいくつかあったんでちょっとお伝えしたいなというところになるんですけども、以前もですねちゃんとお話しさせてもらったんですけども、考え方の一つですね、新しい情報をできるだけ早くお伝えするってことをやってるんですが、これって、最初に言ってるんですけども確定ではないですね。確定ではないっていうのは、公式配信で出してる情報としては確定なんですけども、タイトルアップデート3で確実に実装される情報としては確定じゃないっていうふうに話してるんですね。ネメシスの取り方も PTS サーバーでやった取り方と実際に実装されたコンシューマー版の取り方で違かったとか、いろんな苦情があったんで、そこら辺も含めてなんですけども、以前お話しさせてもらった内容からまた内容も変わってます今回。なのでちゃんと事前に最初にお伝えしておくのは、実際に実装される内容はまだ確定じゃないですけど、今こういった動きをしてるですよっていう、そういう前情報だけちょっと今回すいません、強くお伝えしておきます。なぜならですね、今回も大きな変更がありました。一番大きい変更、大きい変更というか皆様に影響のあるものって言ったら、やっぱり防具タレントになります。防具タレントで、いくつか変更があるとすれば、例えばバーサクであったり、そのブロッドサッカーであったり、その、基本的な、ボディ系のタレントですね、装備系の、そちらが必要オフェンス、必要ディフェンスだったりっていうのが微妙にこう変わっちゃってます。で、前回の PTS1 の、タイトルアップデート3で出したものが、皆さんがもう完全にそれでいくっていう風に思ってしまったんで、今例えばバーサクを入れた赤11以上に持ったビルドを先に作っちゃうとか、まだわからないんですけど、アンブレイカブルを、11なんで、ディフェンス11なんでアンブレイカブルを完璧に持って、やっていく、ゾンビビルドみたいなものであったり、スキルマンであったりとか、そういう電子ユーティリティのマックスの変更っていうのがあったり、今後もする可能性があるんで、それを今ね、皆さんスタートダッシュするために頑張ってやってるんで、それはそれでいいと思うんですけども、一応こういった変更があって、やってることがですね、微妙にずれてきてしまったりする可能性があるんで、そこだけはちょっと情報としてはお伝えするんですけども、先走らないようにしていただいた方が、ビルド揃えるのってもう何日もかかったりするんで、もう正直 PTS をやってタイトルアップデート3が実装されるまでの間、何日かわからないですけど、その間のね、せっかく皆さんお仕事されて帰ってきて、よし頑張るぞってやって、時間がね、そんなにある人ばっかりじゃないと思うんで、そこら辺のあまり情報に左右されすぎるっていうのも、情報発信源のこちらから言うのもなんですけども、ちょっと非常に申し訳ないなっていうところもあるんで、僕の場合はもう先に変更もあるかもしれません。だから実際におすすめするのはもう大丈夫ですよ。もう確定してる中でやって、でビルド組むなりっていうのはそれに
安全圏内でやってほしいなっていうところがあるんで、できるだけそういった形でのご説明を事前に前情報のご説明をしてからお勧めしたいなっていうことは心がけるようにします。で今回変更があったのは、ボディの必要オフェンシブのところですね、11必要だったところが7になったりとか、そういった微調整が入ってます。でここは数字関係はあえてもう完全には言わないです。あくまで BTS サーバーでこういった流れがありますっていうような、だから今確定するために動いてます。で結構その必要であったりするオフェンシブ11であったり7であったりっていう微調整が入るんで、一応そういう動きがありますっていう、そういうようなお話を今回はさせてもらいました。はい、で必要なところはそこですかね。本当気をつけてほしい、時間がない人にとってはかなり死活問題になるようなところ、ここだけは気をつけて、ビルドは先走って作るのはいいですけど、できればそういうちゃんとしたビルド、赤を11に盛る、ディフェンスを11に盛る、ユーティリティを7以上に盛る、5以下に盛るとか4以下に盛るとかっていうところは避けていただいて、特性がですね、例えばボディ、フェンリス、ボディアーマー、HP 2万8000以上のものを集めるとか、ね、そういった膝であったりね、クリティカル率がいっぱい持ってあるとか、そういう明らかに使うだろうなっていうやつを事前に集めるだったり、モッド関係を集めてみるだったりとか、そういうやって無駄にならないようなことをやっていただいた方がいいのかな。で今一応決まってて変更なさそうだなっていうところ、再調整です。再調整するにあたって再調整スコアってものがあります。それが100まであるんです、枠がね。で再調整するときに元々の防具に高い数値の特性を移植することが、前は最上値みたいなもの、上限値があってそこにピタッと調節されちゃったんですけど、その上限値みたいのがかなり緩くなって、高い特性をそのまま移植できる可能性が一応あるので、高い特性値のある装備、例えば僕はクリティカル率が好きなんだとか、絶対クラッチ系のやつ、クラッチ情報修正の一応ね流れがあるんで、を作るんだっていうことであれば、 HP 盛りのフェンリスといろんなその強い特性値のあるものだったり、移植するクリティカル率のものであったりっていうのを集めていくっていうのが、非常に今後無駄にならない有効な動きなんじゃないかなっていうことでお伝えします。まだビルドは組む必要はないと思います。再調整していくらでもできますんで、まずは特性値の高い装備を手に入れること、でモッドを入れる穴ってのは減らないんで、モッド、僕の組みたいビルドのアサルト作りたいんだ、ね、サブマシンガンを作りたいんだっていうのがあれば、そっちのモッド系を集めたりとか、合計アーマーチは裏切らないんで、合計アーマーチの高いものであったり、武器ダメージね、武器ダメージの高いオフェンシブモッドを集めておくとか、スキルパワー、僕はもうマインでいくんだって、またマインスキルパワーの上がるモッドとか集めておくとか、そういったものが裏切らないんじゃないかなっていうようなお話です。これで一応、その裏切らないものに関してのご説明は終わり。で、新ギアになります。ハードワイヤード、オンゴーイング、トゥルーパトリオットの3種類の変更点がいくつかあります。はい、ハードワイヤードの確かギアセット2つ目でしたっけね。ショック状態のその持続時間みたいなものがあったんですが、それがスキルダメージに変更。これは数値は 20% だったと思います。はい、かなり。スキルダメージ系が強くなったんじゃないか、強くなるんじゃないかなっていう感じですね。とりあえずワンパンできるかどうかわからないですけど、プレイヤーに対してのダメージはかなり与えられるんじゃないか。これコンフリクトとか PVE とかでもスキルダメージが意外、その情報修正入るみたいな流れも一応ありますんで、今後スキルマンを組まれる方はそこら辺も念頭に置いてやってみるのも面白いんじゃないかなと思います。で次オンゴーイングなんですけども、これちょっと表でお伝えしますね。キャラクターでこちらオンゴーイング、このセットが特殊断層、これ今武器でキルすると別の武器に特殊断層が入る、特殊弾薬が入る、3発とか何発かで入るっていう
だから武器切り返して使ってなんとかするみたいな内容だったんですけども、今回は違います。あの倒せばいい、武器でも銃で撃ってもよし、スキルでやってもよし、グレネードスペシャリゼーションで敵を倒してもよし、でそしたら特殊弾薬が武器に入る。でこれあの翻訳をさし公式の方の、ホームページの翻訳させてもらったんですけども、実際に使ってる武器も入るみたいですよ。別の武器じゃなくて実際に今使ってる武器にも特殊弾薬が入る。なのでかなり情報修正されてます。で次トゥルーパトリオットなんですけども、これデバフのサイクルが上がるようですね。4秒ごとこう切り替わるって書いてあるんですが、これが2秒ごとだ、サイクルが、ね、減少します。応援の要請を受信。フルグラックに関してはまあ 50% 付近に到達すると、まあ、ターゲットに与えるダメージみたいなことがあります。なのでダメージ自体も上がってくるっていうところで、まあ、このフルフラグフトゥルパトリオットも一応、まあ、情報だ、ギアセットをかなり強くしたっていうような内容にはなってくると思います。あとは基本的にはスキルマンがね、印象的にはちょっと強くなるんじゃないかなっていうような感じにはなってます。でちょっとね、PTS サーバーの今こういう流れですっていう情報とかもきちきちっと全部情報にまとめて出しちゃうと、もうそれが確定情報だみたいな風に錯覚してしまってビルド組み始めちゃう人がいるんで、そうなるともう本当に攻略班みたいな方とかだったらもうそれが生きがいなんで全然いいと思うんですけど、実際の末端のエージェントさん、もう本当に、ね、お仕事終わって帰ってくるエージェントさんとかはそれ信じてやっちゃったりとかして、まあ、その努力は水の泡になっちゃう可能性があります。とりあえず情報は、まあ、入れていただいて、行動はちょっとステイで、まあ、ちょっと待っていただいて、できるだけ本当に先ほど伝えた無駄にならないような動き、特性いっぱいついてる防具を一応揃えておくとか、特性低いものはちょっとまあ捨てておく、でそんな形で、まあ、将来的にビルドが組みやすい、再調整した時にあもうグレードがどんどん上げれるような地盤作りっていうのをしていただく、で穴に入れるモッドの調達、そこら辺をできれば優先してやっていただきたいなっていうところが今のところの僕の個人的な意見です。僕の白瀬ゴールドの、まあ、ディビジョンの配信者としての白瀬ゴールドとしての発言としてはこんな感じ。他の方が何て言うか分かんないんで、そこはその自分の好きな配信者さんのお話を信じてやってもらえばいいんですけど、僕としては一応こういう形で回答という形にさせていただきました。ちょっとちょっと強めに話し合ってるんですけども、一応そういうできるだけ皆さんのためを思っての一応ご提案でございます。はい、で一応今日はちょっと話長くなって非常に申し訳なかったですけど、これで終わりたいと思います。少しでも参考になったのは面白いなとか、今後もお話聞いてみたいなって方おられましたら、チャンネル登録と高評価の方と、あとツイッターのフォローね、できればしていただければ動画の更新とか今後やっていくこととかのお伝えができると思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はどうもお疲れ様でした。また会いましょう。バイバイ。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。